皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学校の計算問題第2回目、今回は、正の数、負の数の減法、引き算と加減の混じった式、足し算引き算が混じっている時の計算法、最後に括弧を外す方法、そしてその計算についてお話しします。正の数、負の数の減法は引く数の符号を変えて加法、足し算にして計算していきます。負の数って反対の意味を表すことがありましたよね。例えばある地点から東へ 3km 進むといえば、素直に 3km 東へ行けばいいんですけれど、ある地点から東へマイナス 3km 進むといった場合は、これはマイナスがつくと逆の意味ですから、ある地点から西へ 3km 進む、こういう意味になりましたよね。この考えだと思ってください。では実際に例を使って説明します。括弧1番、プラス3引くマイナス5、この引き算の符号を足し算に変えます。プラス3足すにすると、後ろのマイナス5の符号がマイナスからプラスに変わってプラス5と、こうなります。これ同符号同士の加法ですから、足し算ですから、共通の符号をつけて絶対値の3と5を足すと、こういうふうに勉強しましたよね。ですから答えはプラス8と、こうなるわけです。つまり引き算を足し算に変えると、この引くの後ろの括弧の中の数字の符号が変わると、マイナスだったらプラスになる、プラスだったらマイナスになる、こういうことです。括弧にはプラス15引くプラス4、これもプラス15、ここを足すにすると後ろのプラス4がマイナス4になると、異符号ですから大きい方の絶対値の符号を前につけて絶対値の大きい方から小さい方を引く、15引く4となってイコールプラス11と、こうやって、引き算を足し算に直して計算するんですね。では、加法、減法、足し算、引き算の混じった式の計算、じゃあこれはどうでしょう。加減の混じった式の計算は加法だけの式に直して計算をしますね。足し算、引き算が混じっていたら、それを足し算だけの式に直して計算する。引き算を足し算に直す時のルールは、引き算を足し算に直したらその後ろに来る数字、この符号を変える、こうでしたね。数がたくさんあっても同じです。では例を使って説明していきます。括弧1、プラス2引くマイナス6足すマイナス10と、こうなっています。ここに引き算があるので、ここの部分を足し算にします。と、プラス2足す、このマイナス6は符号が変わってプラス6足すマイナス10。こうなりますね。前の部分、正の数同士の足し算なので、計算しちゃって、プラス8足すマイナス10と、こうなりました。異符号の二数の足し算。絶対値の大きいのは10の方ですから、この10の方の符号を前につけて数字の絶対値を引き算、10引く8で2、答えはマイナス2と、こうなります。括弧2番、マイナス4足すプラス7引くマイナス2足すプラス6と、こういう式です。ここに引き算がありますよね。ここの引き算を足し算にするとき、毎回このように書き直していくと大変ですよね。ですからここの式の中で足し算に直しちゃいましょう。ここの引くを足すにすると、後ろのマイナスが符号が変わってプラス2になる、こうなります。ですからマイナス4足すプラス7足すプラス2足すプラス6と、こういう計算です。正の数の部分前に持ってきちゃいます。イコールプラス7足すプラス2足すプラス6足すマイナス4と、
正の数同士の部分、ここも先に足し算しちゃいましょう。プラスの7たす2たす6で15ですね。プラス15プラスマイナス4。2符号の2数の足し算、絶対値の大きい方の符号をつけますから、15の方の符号プラスをつけて、絶対値は引き算、15引く4で11プラス11、これが答えになります。次は括弧を外す計算ですね。こちらに移ります。括弧を外した式の作り方は簡単です。実は加法だけの式に直すと括弧を省くことができるんですね。例の括弧1を見てください。これ加法だけの式です。プラス2足すマイナス5足すプラス9足すマイナス7、この加法の式の括弧の中の部分、これを順番に書いていけば括弧を省いた式、これが出来上がるんです。ただし一番前の部分が正の数の時にはこの正の符号プラスつけません。ですからこうなります。2、次がマイナス5、次がプラス9、そしてマイナス7。2引く5足す9引く7、引き算の部分が負の数ということです。ちょっと計算しやすいように、正の数を前に持ってきて2足す9引く5引く7、こうしましょう。前の部分、正の数の合計は11、負の数の合計はマイナス12と、こうなりますね。正の数と負の数のこれ加法と同じですよね。負の数の方が大きいので答えは負の符号をつけて、絶対値を大きい方から小さい方引き算、12-11で1、答えはマイナス1、このように計算できるんです。括弧2番、マイナス3引くマイナス14足すプラス7引くプラス16と、こうなっています。足し算と引き算が混じっていますよね。これをすべて足し算加法に直します。ですから原本の部分、引き算の部分を足し算に直します。ここを足すにすると後ろの数の符号が変わってプラス14、ここにもう一丁、引き算がありますよね。マイナス、これをプラスにすると後ろの符号が変わってマイナス16、こうなる。これで括弧が外れます。一番前は負の数なのでマイナスをつけます。マイナス3足す14足す7引く16、こうなります。正の数前に持ってきて14足す7引く3引く16、正の数の合計は21、負の数の合計は19となるので21引く19です。正の数が大きいので21引く19を計算するとプラスの2ですけれど、答えの部分プラスは省いて構いません。ですから答えは2またはプラス2を書いてください。今回は正負の数の原本と加減の混じった式の計算方法、そして括弧を外して計算する方法、これについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。